はい、おはようございます。はい、おはようございます。本日はひなの世話が一段落したということで、またひな社のね、掃除を、掃除の第一歩ですね。はい、はい、頑張ります。はい、さて、お掃除という名にふさわしくない。そうだね、どちらかというと土木工事、畑仕事みたいな。つるはし、つるはし、あれこれ、いや違うんだよ、本当にザ・鶴橋があるんですけど。あー、あった、ありました。本当だ。はい、はい、今から鉱山にでも行くんでしょうか。そんな感じですね、格好が。ひなの糞も堆積すると地層になるんですね。ですね。いや、毎年毎年この時期は、なんと言いますか、腰が重いけれど、必ず次のひなを迎えるにあたってやらなきゃいけないんですよ。ですね。腰重い。新しいひなが生まれるのは4月ぐらいか。今年は2週間ちょっと早いんで、3月29日が初回予定日。さて、初回は何匹生まれるかな。ねえ、でも今卵結構20個ぐらい入りそうだから、うまくいけば10匹10羽ぐらいは孵化するんじゃないか。ちょっとね、地層の様子を撮ります。はい、なんかあれね、干からびた田んぼみたいな。そうだね。畑のようですよ。あ、音が音が音が砂じゃね。ね、どう、いけそう。うん、そんなに分厚くなさそう。今日もダイヤモンド探して。結構硬いよ。力足りない。今日も金塊目指してともちゃんは行く。いや、硬い。で、今回はここの部屋のみ崩していこうかな。そうですね、まず一気にはできない。これもやろう。なんかいけそう、いけてない？うん、細い方で頑張って、おう、ズボッと。あ、おお、気をつけて。あー、素晴らしい。あとはテコで。そうだね。やばくね、これがフンなの。糞尿が堆積して、中はこんな風にちゃんと砂になっているのに。堀さんがひっぺがしてくれたおかげでどんどんやってそう。最初だよな。ね、まあ、やりやすいことにさ、ひびが入ってる。よし、ちょっと換気扇をつけてここを開けますね。お願いします。こうやってさ、なんて言えばいいか分かんないけど、第1層目を全部へっぺがすこと、へっぺがして運び出す。そう、運び出すのはショベルでできると思うんで。ヒナもいないしね。ダチョウの飼育員ってこんなこともしなきゃいけないんだ。いやー、これはでも今年初だけどね。これ地味にさ、うん、作芯が入ってない場所に当たるとさ、痛い。気をつけて。激しくなってきた。今火花が散った。見た。怖い。見えた。怖い怖い。やだね。ね。糞も積もればそうとなるって。そうなんだよね。お掃除をずっとしないということは。やり方変えたんだもんね。
そうそうそう、変えた。前はほら毎日毎日フン引っぺがして掃除してたけど、そうそう、それが一切なくなったから、それを1年に1回の掃除にしたパターンが今回それ。まあ、どっちが大変なんだろう。で毎日の方が大変な気もするけど、そう、絶対暑いし、暑い時期だし大変だと思う。あれの方がいいかな、あれ、クワ的なやつを持ってきたから。残念、クワ持ってきてなかった。あら、よし、じゃあ私はこれ出します。投げてた方が早い。おお、気をつけてね。危ないね。うん、これ膝が割れるやつだ。危、絶対にそこは気をつけないといけない。疲れるね。すごい疲れる。はあ、今日はまあ無理せずに。え、これあと何、何ヶ月間ぐらいでやればいい？え、1ヶ月。これ水かけたら変わんない？ああ、ああ悪化する。わかんない。ね、水かけてザザーってショベルでやるのとどっちがいいんだろう。いやー、でも一気には無理よ。よし、終わりにしよう。終わりにしようか。うん、発掘現場みたいですね。ということで第1回、うん、ダチョウの糞の層片付けましょう、はい、でした。はい、まだまだ続きます。はい。